じゃあやりましょうか、はい、続き、はい、さあお腹いっぱいで食いましたね。何もどこまでやったかっていう話を今してたんですけど、忘れちゃいました。飯食って食べ過ぎたさ。オッケー、すみません。下処理のサフェーサーをやる。サフェーサーやって、はい、でその後に上塗りでこの色に塗って。かっこいい。めちゃめちゃいい色。じゃまずこの防護服みたいな。オッケーです。はい。をつけてもらって。はい。もともと和室だったんです。和室を改造した畳をひっぺ返して。このドアを開けると。はい、おお、すごっ、何これ、かけたんすか、すごっ、行きましょうか。まず、部品を釣ってって、釣りましょうか、はい、その後に脱出します。こういう風に数えるぐらいですか。そう、塗りやすいです。環境があれば塗装も楽だよな、ね、またフックでこっちは先端があるんで、これありますね。あ、奥の列、ここの列と、はい、こんな感じですね、はい、はい、塗りやすい、めちゃめちゃいい、これこの部屋いつか欲しいな。作ること考えたらここに来ることの方が楽かもしれない。確かに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 確かシュッと、まあ、全体にかけてからペーパーで拭いていくんで、こっちも、はい、全面にかけて、ちなみにこの状態はマスクしてなくて大丈夫ですか？しときます。はい、OK です。軽量機、すごい、これだけでも20何万、これ高っ、これを乗っけた、はい、サフェーサーの役割的なものは、サフェーサーの下地だからそうです、ね、ファンデーション的なもの、うん、そうですね、あと塗装と、うん、その塗るものに対して密着性を良くさせる、はい、そうですね、ここ開けるとこう口が、はいはい、でこうやってやって100っていう数字を目指して入れてもらえる、はい、いきまーす、よっ、
おおおおおすごい。うま。200にしましょう。200いっちゃいましょう。はい。いい感じです。すごいよ、これ。めちゃめちゃいい感じで入った。そしたら確定をしてもらって。はい、そしたら、はい、5対1なんで5を持って、はい、このパードラの対1と 40.1 が効果剤の割合なんで、まあ、ちょっとここは5対1やから通り過ぎないように慎重にね、やっぱ慎重にやるんだよ。この音が近づくともっとビビビビってなる。なるほど。油断すると、もうちょい。ラスになると音大きい。はい。でこの後にシンナーをする。はい。シンナー 30% なんで30入れてもらう。でシンナー。すごい、シンナーパーセンテージって言われてる。60で、このシンナーを、ウレタンシンナーを60入れてる。すごいなこれ。板金屋さんが持ってる子らしいです。ああ、なるほどね。一応板金屋さんじゃないけど、これ一応持ってるって。いや、すごいな、面白い。で、これで混ぜると。結構、そのサフェタ自体がドロドロしてるんで、本当だ。で混ぜるときは、うん、回すよりも縦にした効果。そうすると、全体的に回す。おお。紅茶とかコーヒーも、砂糖とか入れた場合、ミルクとかも、うん、回すよりも縦にした方が、うん、カンパされる。よさそうですね。はい。こっちの。はい、ストレーナーって言って、はい、これでこすような感じ。ゴミを取る。で、このままそこに入れちゃって、はい、全部入れちゃうとこぼれちゃうと思う。ちょっと見ながら。で、ちょっとこっから歓声が回ると音がでかくなる。なるほど。どれくらいで止まるかみたいな。
OK、はい、じゃあ裏行きます。はい、ちょっと面白い、ね、例の、はい、例のも見に行きましょうか。あ、こっちもゲットしたんですよね。これもう若尾さんの家です。こっちは、ここで作業場で、はい、ちょっと塗装ブースもっと車が入るような、あ、なるほど、感じのものにしようかな。こっち塗装ブースにして、向こう展示会、まあ、展示場中で、はい、制作場所。あ、なるほど、すごいな。あそこにちょっとちらっと見えてる、はい、あれか。え、この辺も若尾さんの車？これそうです。すごいな。どんだけ車持ってんすか。数え切れない。これですか？何これ？フランスベッドの、はい、キャンピングトレーラー。のベースです。ベース？あ、まだ、まだ骨がもう今ないんで、中の骨がなくなっちゃってる。ブヨンブヨンやん、これ。すごい。だからそれを作り変えなきゃいけない。なるほど。おお、屋根はもう入っていいですか。どうぞ。失礼します。うわ、すげえな。うわ、何これ。うわ、すごいな。この内張りがもうなくなっちゃってるんで、ほんまや。ここを作り替えて、これもう全部剥がすしかないですね。でも本当に空にして、ね、もうぶっ壊して、この辺も壊して、なんか中一回本当に全部出しちゃって、はい、床も含めて張り替え、うん、内側に骨格の骨を入れて、はい、そっから針入れてっていう、で針の間にまた断熱材入れて内張り、そうですね、家と作り方一緒、まあ幅木みたいな細いやつ入れて、ね、断熱材入れてベニヤ打っていく感じですね。そうすれば、うん、まあそれやっぱできそうですね。面白そう。運の初めての愛称、はい、これ綺麗にして甥っ子に乗らせようかな。あ、いいっすね。これレッサーするの面白いですね。80年代の城。いや、渋いな。これ分解してめちゃめちゃ綺麗に塗り直して、ね、いいじゃないですか。外は外で一回この塗装剥がして、うん、来たところもアルミの地みたいになってるんで、はいはい、磨けばすごい。やりますか、じゃあこれ。新企画。そうっすね。レストアするかどうかも。レストアするか悩んでるもの。こっちがミニカ70で、こっちが N3 っていう。かわいい。これ N シリーズのオートサロンの時にこれのめちゃめちゃ綺麗にされたレストアされてる。ああ、ありましたね。かわいい。めちゃかっこいいな。うちにもこれの N3 っていうのが置いてある。 N3 顔がちょっと違って、はいはいはい、まあこんなに綺麗じゃないですか。半分口当ててるだって。かわいい。すごいな。何でもあんな、マジで。こっちは点灯も相当、もう40年の埃が。倉庫に40年眠ってた。いいなぁ。いや、若尾さんこれ多分人生3回ぐらいないと全部できないですよ、これ。カーキーを作るんですけど、はい、でここにこの調合の数字が書いてあるんですよ。なるほど。これを入れていくと。チンチングブラック。はい。引き抜いてもらって、この数字入れてもらって。やばい、面白い。本当に怖いじゃん。チンチングブラック。誰がチンブラ、チンブラって。違う、もうアウトじゃないですか。ちょっと、面白いな。ファインエロを入れます。加減を見せると、むずいっすね。これ何が変わっちゃう。それ無理やった。いい感じ。ここに、
効果剤を入れて、そうそうそう、今温度計があったけど、今20度ぐらい、確かにあったかかった、これ温度で違う、温度で乾く時間が変わる、これをミスると乾かなかったり、早く乾きすぎてちゃんと濡れなかった、なるほどね、ここが多少増えていく、はい、艶張りの状態なんで、これが艶消しの元みたいな、あ、本当だ、これを混ぜていく、あ、すごいすごいすごい、だんだんとその緑になって、その縁とかによくくっついちゃってるんで、うん、グリグリやりながら、いや、すごいなこれ、なってるわ、じゃあこれで入れちゃってもらっていいですか、はい、はい、うわすげえ、うわすげえ、これはちょっと近すぎたら垂れるんで、はい、程よい距離感で、これはむずいぞ、探さないと、どこ行ってたんだ、いや、探しちゃうな、これ、すげえかっこいい、艶があるとこも最終的には乾くと、乾くとね、待ったでしょ、じゃあまあこれ乾かして待って、次回は組み立てですね、わかりました、いよいよ、ね